21世紀の資本とは、フランスの経済学者である、トマ・ピケティの著書。2013年にフランス語で交換され、2014年4月には、英語訳版が発売されるや、Amazon.com の売上総合を1位に輝くなど、大ヒットした。アメリカ合衆国では2014年春の発売以降、半年で50万部のベストセラーとなっており、多くの言語で翻訳されている。 2015年1月現在、世界十数カ国で累計100万部を突破し、世界的なベストセラーとなった。長期的に見ると、資本収益率は経済成長率よりも大きい。資本から得られる収益率が経済成長率を上回れば上回るほど、それだけ富は資本化へ蓄積される。そして富が公平に再分配されないことによって貧困が 社会や経済の不安定を引き起こすということを主題としている。この格差を是正するために、累進課税の浮遊税を、それも世界的に導入することを提案している。日本での判件を持つミスズ書房は、日本語版を2014年12月8日に出版した。それ以前の紹介では、21世紀の資本論と表記したものが多い。二千十五年一月現在、 日本語版は定価5500円にもかかわらず、売上部数が13万部に迫っている。2019年に、マシウメトカルフ製作、ジャスティン・ペン・バートン監督で映画化された。資本主義の特徴は、資本の効率的な配分であり、公平な配分を目的としていない。そして、富の不均衡は、干渉主義を取り入れることで、解決することができる。これが、 本書の主題である。資本主義を作り直さなければ、まさに庶民階級そのものが危うくなるだろう。議論の出発点となるのは、資本収益率と経済成長率の関係式である。R とは、利潤配当金、利息、貸出資料などのように、資本から入ってくる収入のことである。そして、G は、給与所得などによって求められる。 過去200年以上のデータを分析すると、資本収益率は平均で年に5%程度で、あるが経済成長率は1%から2%の範囲で収まっていることが明らかになった。このことから経済的不平等が増していく基本的な力は RG という不等式にまとめることができる。すなわち資産によって得られる富の方が、 労働によって得られる富よりも早く蓄積されやすいため、資産金額で見たときに上位10%、1%といった位置にいる人の方がより裕福になりやすく、結果として格差は拡大しやすい。また、この式から次のように相続についても分析できる。すなわち、蓄積された資産は、子に相続され、労働者には分配されない。例えば、 19世紀後半から20世紀初頭にかけてのベルエポックの時代は華やかな時代と言われているが、この時代は資産の9割が相続によるものだった。また、格差は非常に大きく、フランスでは上位1%が6割の資産を所有していた。一方で、1930年から1975年の間はいくつかのかなり特殊な環境によって、 格差拡大へと向かう流れが引き戻された。特殊な環境とは、つまり二度の世界体制や世界恐慌のことである。そして、こうした出来事によって、特に上流階級が持っていた富が、失われたのである。また、戦費を調達するために、相続税や、累進課税の所得税が導入され、富裕層への課税が強化された。さらに、第二次世界大戦後に起こった、 高度成長の時代も高い経済成長率によって相続などによる財産の重要性を減らすことになった。しかし1970年代後半からは富裕層や大企業に対する減税などの政策によって格差が再び拡大に向かうようになった。そしてデータから現代の欧米は第2のベルエポックに突入し中産階級は消滅へと向かっていると判断できる。 つまり、今日の世界は、経済の大部分を相続による富が握っている、世襲性資本主義に回帰しており、これらの力は増大して、可藤性を生み出す。また、今後は、経済成長率が低い世界が予測されるので、資本収益率は引き続き経済成長率を上回る。そのため、何も、対策を打たなければ、富の不均衡は維持されることになる。 科学技術が急速に発達することによって経済成長率が20世紀のレベルに戻るという考えは受け入れがたい。我々は技術の気まぐれに身を委ねるべきではない。不均衡を和らげるには最高税率年2%の累進課税による財産税を導入し最高80%の累進所得税と組み合わせればよい。その際、富裕層が資産を タックスヘイブンのような場所に移動することを防ぐため、この税に関して国家間の国際条約を締結する必要がある。しかし、このような世界的な課税は無想的なアイデアであり、実現は難しい。フランス語版は、総ページ数950ページ以上、厚さ44ミリメートルというタイプである。英語版は、 活字を小さくするなどの変更を施したが、それでもページ数は700ページ近くになる。特徴的なのは、200年以上の膨大な資産や、所得のデータを積み上げて分析したことで、それが本書を長大なものにしている。ピケティは、このビュッグデータを収集、分析するのに15年の歳月を費やした。ローレンス・サマーズは、この統計データだけで、ノーベル賞に値すると述べている。 使用されたすべてのデータグラフ、表はウェブサイトで公開されており、フランス語、英語、日本語で参照できる。内容面での特徴としては、アメリカンドリームの否定が挙げられる。すなわち、アメリカ合衆国では、生まれが貧しくても努力することで、出世し裕福になれると信じられていたが、ピケティは、現在のアメリカ合衆国は、他国と比べて、 そのような流動性は高くないことを実証した。さらに、大学への入学においても、両親の経済力が大いにものを言うことを指摘している。さらに、ピッケティは、サイモン・クズネッツの仮説、クズネッツ曲線をも否定している。クズネッツの仮説とは、クズネッツ曲線で逆 U 字型仮説と呼ばれるもので、資本主義経済では、経済成長の初期には、 格差が拡大するが、その後格差は縮小に向かうという仮説である。実際、クズネッツがこの仮説を発表した1955年の時点では格差は縮小していた。しかし、ピケティは1980年代になると格差が再び拡大していることを示した。ピケティはクズネッツの仮説について冷戦時代に 共産主義に対抗するために作られたものに過ぎないと述べている。一般的な経済論文とは異なり、この本には数式はほとんど登場しない。代わりに、オノレド、バルザック、ジェーン・オースティン、ヘンリー・ジェイムズの小説などを引用して、19世紀初期のイギリスやフランスに存在した相続財産によって固定された階級を説明している。例えば、バルザックの ご利用屋さんでは登場人物が裁判官や弁護士、検事として働くのと銀行家の娘と結婚するなどではどちらが早く富を得られるかについて語る場面を紹介している。そしてピケティはその時代の歴史データを分析し銀行家と結婚した方が早く富を得られることを実証している。21世紀の資本論という署名は カール・マルクスの資本論を思い起こさせる。実際、ビジネスウィーク誌での特集の書き出しは、一匹の妖怪がヨーロッパとアメリカを徘徊している。富裕層という妖怪がというマルクスの共産党宣言を意識した記述で始まっており、ピケティを批判する人の中には、彼を共産主義者だという声もある。しかし、ピケティはニューリーパブリック誌とのインタビューにおいて、 資本論は難解であまり影響を受けていないと述べており、資本主義も否定していない。2013年8月にフランスで最初に出版された時はあまり注目されていなかった。しかし発売後は1週間で6000部を売り上げた。ローラン・モデュイは政治的思想的ブルドーザーと例え、週刊誌レクスプレスは経済問題はフランス人を熱中させると報じた。 本書の主題がニュースとして英語圏に広がるとエコノミストは権威あると称して歓迎した。ポール・クルーグマンは本書を画期的と呼び元世界銀行のリードエコノミストであるブランコ、ミラノビッチは経済の考えにおいて分岐点となる本の一つと捉えた。フランス語版の書評が広く興奮を引き起こしたのに応えて英語への翻訳は急ピッチで進められハーバード大学出版は 発売日を前倒しし、2014年5月とした。アメリカ合衆国ではその日、本書は一夜にして、スターになり、マイケル・ルイスの、フラッシュ・ボーイズから、全米ベストセラーリスト1位の座を奪い取った。同年、ステファニー・イッケルトンは、ピケティ現象について語り、ドイツでも、ピケティに関する書籍が3冊出版された。今後、31の言語への翻訳が予定されている。 ノーベル経済学賞受賞者のポール・クルーグマンは、本賞、素晴らしい、不均衡についての考え方を一新するものさらには、今年、そしておそらくこの10年間で最も重要な経済書、と称している。彼は本賞、ベストセラーになった、他の経済書と比較して、重大で、これまでとは異なる研究方法で成り立っている点が異なるとしている。また、次のようにも述べている。 富や収入が少数の人の手に集まっていることが中央政府の課題として再び問題視されるようになってきたとき、ピケティは歴史的に見て一体どんなおかしなことが起きているかについて資料を出して教えてくれるだけではない。彼はまた、不均衡問題、すなわち平等な経済成長、資本家と労働者の所得の分配、個々人の間での富と収入の分配、 といった問題の統一的な理論となるものをも提示しているのだ。21世紀の資本はあらゆる面でとてつもなく重要である。ピケティは我々の経済言説を変えてしまった。我々はもはやかつてのような切り口で富や不均衡について語ることなど決してないであろう。ポール・クルーグマン・ノーベル経済学賞の受賞歴があるロバート・ソローはピケティは 古い主題に対して新しく力強い貢献をした。それは利益率が経済成長率を上回っている限り、金持ちの収入と富は普通に働いている人の収入よりも増加しやすいということである。ロバート・ソローと表している。フランスの歴史学者、政治学者のエマニュエル・トッドは本性傑作と呼び、経済学にとっても、 地球社会の発展にとっても影響力の大きい本と評している。また、ピケティについて、アナール学派を代表する最良の歴史家として、記憶されるだろうと評価している。ジョセフ・スティグリッツは、格差は、資本主義固有の問題だという見方は、本書の表面的な評価に過ぎないとして、それに加えて、本書について格差が拡大したことについての制度的な、 分析という点から評価を加えている。ローレンス・サマーズは、ピッケティが集計した統計については、評価したが、一方で、ピッケティは、資本から得られる見返りが減少することについて、過小評価していると批判している。すなわち、サマーズの考えによれば、資本を増やすことによって得られる利益は少なくなってゆく、ものであるから、不均衡の拡大には、上限があるということになる。 さらにサマーズはピケティのもう一つの家庭にも疑問を投げかけている。それは利益の多くは再投資に回るというものである。貯蓄率が低下することになるため、これに関しても社会的には不均衡の上限というものが存在することになる。また、サマーズは1982年におけるアメリカの富裕者上位に名を連ねていた400人のうち2012年にも その地位を維持していたのはわずか10人に1人だったことも指摘している。富裕者層の財産は増加していない。さらに、富裕者上位1%の収入は、現在大半が給与所得であり、資本から得られる収入ではない。他の多くの経済評論家は、上位1%の収入の増加をグローバリゼーションと技術革新で説明している。 マルクスを研究している学者のデビッド・ハーベイは自由経済による資本主義によって皆が豊かになった。それは個人の権利と自由を守る大きな防御壁だ、などという広く言われている視点を本書が覆したという面では評価しているが他の面に関しては総じて批判的である。ピクティの誤った資本の定義についてハーベイは次のように記している。プロセスが 全くなっていない。より多くのお金を得るために、お金が使われる。そういった流れはよくあるものだが、それは労働力の利用を通じてのみ成し遂げられるわけではない。ピケティは、資産というものを、個人、企業、政府が持っている全ての資源を足し合わせたものと定義しており、そして、その資源が使われようと使われまいと、資産は、市場で取引することができると定義している。 デビット・ハーベイ・ハーベイは、ピケティの不均衡を救済するための提案は、夢を見ているとまでは言わないにせよ、考えは甘い。それに、ピケティは、21世紀の資本家のための経営モデルというものを少しも作り出していない。だから、我々にはまだマルクス、または、その現代版が必要なのだと述べている。ハーベイはまた、ピケティが、 マルクスの資本論を読みもしないで退けていることを批判している。ジョージ・メイソン大学教授のタイラー講演は、資本家を金利生活者のように扱っているが、収益を得るための様々なリスクについては、触れられていないと非難している。格差の拡大を解消するための財産税については、ピケティ自身も実現の可能性はないと述べているが、批判が多い。アラン・グリーン・スパンは、 それは、資本主義のやり方ではないと述べ、タイラー公園も、この税を導入すれば、政治や経済が不安定になると述べている。コロンビア大学教授のウォジシェック・コップザックと、エコノミストのアリソン・シュレイジャーは、富裕者は資産を、オフショアのタックスヘイブンに移動することもできることを指摘し、また、富裕層はいろいろな手法を使って、 他の人々よりも多くの投資配当を得ることが多いので、富裕税は格差の縮小につながらず、また格差を縮小したいのであれば、富よりも資本所得に課税する方が好ましいとしている。日本語版の翻訳を担当している山形博夫は本書に書かれている内容はとても単純なことだが、それをデータで裏付けできるようにしたことが優れていると評している。中野剛は 本書の主張は欧米などで主流の新自由主義を支持する人々にとって不都合な内容であると指摘している。そのため、こうした内容の本がアメリカ合衆国でベストセラーになることは驚くべき現象であって、アメリカ合衆国において30年以上続いた新保守主義の支配が終わりを迎えようとしていることを意味すると述べている。岩井勝人は著書経済学の宇宙で、 21世紀の資本には誤りがあるが詳細は後日論じるとしていた。具体的な説明は日本経済新聞経済教室に掲載された。私はピケティ氏の仕事を尊敬しているが以上の議論には誤りがあると思う。資本の成長率は R ではなく貯蓄率 S をかけた SR であるから RG ではなく SRG という不等式が成り立つことが、資本家に所得や富が集中する条件であるが、実際には SRG であり、条件を満たさない。祝い勝人としている。2014年5月23日、フィナンシャルタイムズの経済記者であるクリス・ジャイルズは、ピケティのデータの中で、特に富の不均衡が1970年代以降、拡大しているという箇所に、 説明できないエラーを確認したと発表した。ここ数週間のベストセラーリストを設計しているピケティ教授の577ページからなる本は土台となるデータに彼の研究結果を歪めることになるいくつかの誤りが含まれている。フィナンシャルタイムズはピケティの集計表に誤りと説明のつかない入力内容を発見した。これは 昨年名声を損ねることになったカーメン・ラインハートとケネス・ロゴフによる公的債務と成長率に関する論文と似たような事例である。ピケティ教授の本で書かれている主要テーマは富の不均衡が第一次世界大戦前の水準まで上昇するということである。今回の調査はこの主張の価値を低下させることになる。というのもこの調査で ピケティ論文の参照元には、富の総量が増えた、文の分け前は、少数の金持ちの手に当たるという彼の主張を裏付ける、証拠が、ほとんど書かれていないことが分かったからである。フィナンシャルタイムズピケティは、自分の研究結果は、正しいと反論し、そして、その後の研究でも、富の不均衡が拡大しているという自分の結論は、裏付けられている、実際問題として、 アメリカ合衆国では本に書いた以上の不均衡の拡大が見られていると主張した。フランス通信社のインタビューではフィナンシャルタイムズの記事を真実味のない批判と責め同士について馬鹿げたものだ。この時代に生きるすべての人が巨大な財産がますます大きくなっていることに気づいているというのにと述べている。フィナンシャルタイムズの告発は 各紙で広く取り上げられた。いくつかの記事では、フィナンシャルタイムズはことを大げさに述べていると報じた。例えば、フィナンシャルタイムズの姉妹誌であるエコノミストは次のように書いている。ジャイルズ氏の分析には心動かされるものがある。この先、ジャイルズ氏、ピケティ氏、あるいは他の誰かによる追加調査で間違いがあったかどうか、どのようにしてこれを発表するに至ったのか。 効果は何なのかをはっきりさせることを強く望む。ジャイルズ氏が提供した資料を見る限りでは、しかし、資料はフィナンシャルタイムズによる主張の多くを支持しているようには思えないし、21世紀の資本における議論が間違いだと結論付けられるとも思えない。エコノミストピケティは一つ一つの反証をウェブサイトで公開している。日本語版の翻訳を担当している山形博雄は、 フィナンシャルタイムズの批判は税務に基づくデータに最近だけは自主申告の家計サーベイデータをつなぐという手法を使っており種類の違うデータをつなぐというやり方がそもそも問題で家計サーベイのデータはみんな過小申告するのが通例で当てにならないこのメインの批判が論破されてしまったのでこのフィナンシャルタイムズによる批判はほぼ総崩れでもはや批判として紹介するにも値しない と述べている。ラインハートとロンゴフは国家債務が GDP の90%を上回ると GDP 成長率は低下するという論文を2010年に発表した。この論文はしばしば緊縮財政を主張する根拠として使用されていたが2013年この論文のデータには誤りがあることが明らかになった。ありがとうございます。